皆さんこんばんは、佐藤真由子です。2月2日に私が主催しているサウンドミートアップというスリーマンライブが、毎月行っているライブがあるんですけれども、そちらのチケットがですね、20席限定のライブハウスなんですね。で、そこで20人集客できないと私が出るのをやめますっていうことを打ち出してですね、今回ライブに挑んでいたんですけれども、いつも17とかその辺の前後をね、うろうろしていたライブだったので、20席ぐらい完売させようと思って、今回は明確な目標を持って挑ませていただいたライブなんですけれども、そちら、本日、チケットがソールドアウトしました。ありがとうございます。そうですね、すごく、微妙な範囲だったんですけれども、なんとか皆さんのおかげで完売することができました。今日はとりあえずすごく嬉しくて、でもまあ当日ね、来てくれるかっていうのはまた体調崩しちゃったりお仕事が入っちゃったりでわからないので、一応当日券は何枚か出すつもりではいるんですけれども、皆さんのおかげで無事に20枚達成することができました。ありがとうございましたっていうブログでした。はい、でもなんか今回やってみて思ったのは、明確な目標ってすごく大事だなと思っていて、よくね、20席限定だから、まあ、7、8割埋まってればいいんじゃないとか、いう方もいらっしゃるし、100人のライブハウスでまあ、7、80人入ってたらいいんじゃないっていう方もいらっしゃるんですけれども、私の中では、20席入るところには20席入れたいし、100人入るとこには100人入れたい、1000人入るとこには1000人入れたいっていう、思いがあって、ね、70人、100人のライブハウスで70人で赤字は出ないかもしれないけれども、だったら70人のライブハウスをいっぱいにしたいっていう感じはあるので、今回は本当にたった20席かもしれないですけれども、本当に嬉しいなと思ったし、やっぱり明確な目標を持って挑むっていうことで、また取り組み方もやっぱり変わってきたりもするので、そういう明確な目標っていうのはすごく大事だなって感じました。今日そしてまた歌の方で、新しい、出会いがあって参加させていただけることが決まって、それまだちょっと詳細をお伝えできないんですけれども、そういうことをする中で、そういう出会いも生まれてきたり、きっかけも生まれてきたりするんだなと思ってすごく楽しみにしています。すごい規模の、いろんな方々が関わっている音楽の、あることなので、またお伝えできる日を、お待ちください。これからも、大きな目標とかを持ちつつも、小さな目標を、ちゃんと目に見える目標を立てて、コツコツと頑張っていく方法が私には向いているんだということを改めて思ったので、そうやって頑張っていきたいと思います。すごくゆっくりでもどかしい方もいると思うんですけれども、よかったらそんな私を毎日見守ってくれたら嬉しいです。ブログもコツコツと、続けていきたいと思います。今は、まずは、チャンネル登録者数100人目指して頑張っていますので、毎日更新してます。よかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。そして Facebook や、Twitter、そして最近は Room とか、7とかいろんなこともやってますので、もしよろしければそちらの方もフォローしていただけたら嬉しいです。頑張ってる方とは一緒にいろいろしていきたいと思っていますので、何か、佐藤と一緒に面白いことこれできるんじゃないかなって思った方はお気軽に、いろんなね、DM とか、コメントとかでご連絡いただければ私すぐに連絡いたしますので、ぜひ、一緒に楽しいことをやりたいよっていう方ご連絡ください。ということで、佐藤真由子でした。みんな本当にご予約ありがとうございます。本番まで、私も気をつけますけれども、皆さんもインフルエンザとかも流行ってますし、風邪とかもね、気をつけていただければと思います。それでは佐藤真由子でした。バイバイ。